えー、では最後に政党の立場から市議さんよろしくお願いいたします皆さんこんにちは日本共産党の市井和夫です、えー、今日はあの私は、えー、参議院選挙をいかに戦うかということを主題に発言をさせていただきたいと思いますその前提としてあの総選挙の結果について えー、私たちは、えー、11月に中央会総会を開きましてかなり詳しい総括を行いましたが、えー、3点ほど、えー、端的に述べておきたいと思います。第一点はですね、今度の総選挙で、えー、共通政策、政権協力、選挙協力。 この3点で合意を得まして、えー、私たちの党としては初めての合意を得て、えー、政権交代野党共闘で政権交代をということを力いっぱい訴えて選挙を戦いました私はあのこれは悔いなしというふうに考えておりますし大きな意義があったと思っておりますし実際にメディアの お各氏もです、ね、今度の選挙の争点は、えー、自公政権の継続かあそれともお野党共闘かというこれが大きな争点だということを各メディアも言うところまで客観的な争点にもなったと思っております。ですからこの訴えをやって戦ったということは次につながるものになったというふうに考えております。 第二点はあの市民と野党の共闘自体の見方でありますが私はいろいろな課題は残ったと思いますしかし重要な成果を上げたということをですねあの今までのご発言からもそれぞれ述べられましたけれども、えー、しっかり踏まえて次に臨む必要があると思っておりますで59の小選挙区で共闘候補が勝利しましたしそれに加えて33の 小選挙区で自民党59で勝ったうち56ではいわゆる共闘効果つまり野党4党の比例票よりも小選挙区の票が増えたという共闘効果が発揮されたということもデータで示されておりますからやはりこの共闘がね失敗したという一部のメディアなどの議論はですねこれは事実と違うと。 いいいうこととは,はっききり申し上げておきたいと思いますそして私の実感としても全区回りまして他の野党の皆さんともずいぶん一緒に訴えましたそれから今日はエリさんからもご発言ありましたがあの新しいねあの市民運動の皆さんともずいぶん一緒にね訴える機会がありましたしジェンダーの問題気候の問題たくさんの新しい友人を得ることができたというのが実感であります。ですから やはり共闘を取り組んで、えー、全国に広がったこの何と言いますかあのお友人と言いますかこれを大事にしながら、えー、次に望みたいというのは第二点です。第三点に日本共産党は残念ながら交代いたしました。で私たちこの交代についてもちろん根本的にはやはり力を不足しているというあたりは。えー しっかり今後の課題として今、取り組んでいるところでありますが、選挙戦自体としてはですね、あの政治の対決の生きたプロセスとの関わりで、えー、リアルに見ていこうと、つまり共闘体制を作って我々が攻め込んだ、それに対して自民党の側はですね、心底恐怖に陥って、ものすごい攻撃がやりました。特にに共産党に対すする攻撃はももののごいいい激ししがありましたそういう中で えー、私たちがその攻撃をさらに上回ってね、打ち破って前進するところまで届かなかったと、つまり、ただこのプロセスというのは、対局的にはね、われわれが攻め込むプロセスで、中で起こってると、攻め込む過程で起こってると、そういう攻め込んだ新しいステージ、やっぱり政権を取っていこうというところに挑戦した新しいステージで起こっているという困難だというふうに考えて、で今度は攻め落とそうと。 ととといいいうここでで次に臨みたいと思っているところですでそこであの参議院選挙をいかに戦うかというテーマなんですが私たちとしては今度の参議院選挙岸田自公政権に厳しい審判を下して政権交代への足がかりをつくると選挙にしていきたいとでこの岸田政権とどう対峙するかということでありますが私はこの 自民党政治のの根本のところですねつまり、異常なアメリカ言いなりと財界中心、この自民党政治の根本のところでの、太い批判と、太い対案、これが大事だと思っております。で外交という点で言いますと、私は今やはり、戦争する国づくりを止めて、えー、憲法9条を生かした、 平和外交に切り替えるということを大きな旗印にして、次の戦いに臨みたいと思っております。今の岸田首相を見ておりますと、まあ一言で言って、安倍元首相、言いなりに新たな危険な道に踏み出そうとしている、2つの点を言いたいんですけれども、1つは敵基地攻撃能力保有への踏み込みです。 でこの議論がです、ね、どこに行き着くかとそれ,がそれをですね、えー、非常にこのお生々しく語ったのが安倍元首相の去年11月の講演だと思うんです。で彼はこう言いましたで敵基地だけに限定せず抑止力として相手を殲滅するような 打撃力を持たなければ日米同盟は成り立たないつまり相手を殲滅するような全面戦争を行うそのための軍事力を持つんだとこれがですね結局議論の本質として出てきたと私この前の衆議院の本会議でこの安倍さんの議論を引いてですね岸田さんに「これ拒否しますかと?」とこの議論をと言いましたら コメントを控えたいといいとう言い方で拒否しませんでしたそこに行き着いてくるような危険な議論を今のめり込みつつあるとからもう一点はですねそれとこの裏表の関係なんですけども歴史修正主義これが始まってきたと新たな動きが始まってきたと佐渡金山の世,世界遺産への登録申請が行われました で私たちは、その申請するならば、戦時の朝鮮人労働者の強制労働について、えー、きちんと認める必要があるという提起をいたしました、それに対して政府は、えー、それを認めるどころか、えー、全く受け入れられないという態度ですね、全く逆行する方向が始まりました。で今あの この間の動きで私たち注意しているのは安倍元首相が「夕、え、刊、ー、富士」のインタビューで今こそ新たな歴史戦チーム,歴史戦チームを立ち上げ日本の名誉と誇りを守り抜いてほしいとこういった歴史戦を戦えと言うんですよ。それで、あのこのの歴史戦チームをという安倍ささんん令に従って、ね、岸田さんは、 えー、官邸内にタクスフォースを設置しましたそれを NHK が報じてなんて報じたかというと政権の歴史認識に基づいて事実を集めていくことはこのチームの目的だと私はね、政権の歴史認識に基づいて事実をと言ったらね、これは政権の歴史認識に都合のいい事実を持ってこいって話になりますよねまさに歴史の改ざん歪曲をね やっていこうっててここうととをねあの公然と始めた私はあの歴史というのは戦争じゃあり、ま、ないと思います。であの戦場にしてもいけないと思います。事実と向き合うことが大事なんであって。あの今この敵地攻撃という議論と歴史修正主義が安倍さんの号令のもとに岸田政権によって今その暴走が始まろうとしていると。やっぱりこれはどうしても止めなきゃならない。戦争する国づくりを止めて 憲法9条を守り生かすそういうこの一点でのですねあのうんと広い共同を作っていきたいそして参議院選挙ではそういう改憲勢力に厳しい審判を下していくという選挙にしたいと思いますその際ですね対案がとっても大事だと思うんですねそうは言ってもどうやって日本の平和を守っていくの東アジアはどうしていくのかこれみんな不安ですそれに対対すする対案としては私はですね 一つの,この大きな方向性として東アジアを平和と協力の地域にしていくための,あの外交ビジョン、これ私たちこの前の国会で提起をいたしました。簡単に言いますと ASEAN アア中心に今始まっている東アジアサミットという枠組みがありますア。ASEAN10 ア国プラス米中日8カ国が入っている18カ国で構成している。 E、これを活用強化しながらこの地域を平和の地域にしていくこれはすでに ASEAN アアが呼びかけておりそして ASEAN アアはですねゆくゆくはこの塊をですねで平和友好条約を展望しようということも言ってるわけでそういう本当の話し合いでねこの地域に平和と協力を作っていくとこういう対案もぼんと掲げていくことが大事じゃないかと。 でこの間野党間では辺野古基地反対、それから、えー、核兵器禁止条約などの合意がありますが、ぜひ野党間でもね、あの東アジアの平和構築をどうやってやっていくかということについて、あの共通の方向性がね、あのできるように、さらに共通政策が発展できたらなというふうに考えているところです。それからもう一点の内政でありますがあの私たちはあの 新自由主義を本当に転換して優しく強い経済をつくろうということを旗印として掲げて頑張っていきたいと思っておりますあの今岸田政権は新しい資本主義と言い出したそして新自由主義の弊害を乗り越えるということも言っておりますしかし新しさはどこにもないわけですねそれでもね新自由主義の弊害を乗り越えると自分で言ってしまったことが 私は一つの矛盾を彼が陥ることになったというふうに思うんです。ですから、真珠主義の弊害という以上、真珠主義が日本にどういう弊害をもたらしたか、その責任は誰にあるのか、この点が問題になりますよね。私、この前の大学質問でこの点聞いたんですけど、この点の答えがない。しかしあの、この責任、原因、明瞭でありましてあの、労働法制の規制緩和。 あるいは社会保障のの削減消費税税連続増税この3本柱で実質賃金が減り負担が増え将来不安が社会を覆い家計消費を引き込ました結果こ日本が成長できない国になった賃金も上がらない国になったそして何よりも国際競争力も失ってしまってるこういう状況になったと思うんですね。であのそれに対してあのつまり新中市の をもたらしたものは人々に自己責任を押し付ける冷たい社会にしただけじゃない強い経済をつくるというのが新自由主義のね最大の目的だったはずなんですが日本経済をもくく弱い経済にしてしししててままっったたとと競争力もなくしてしまったと例えばスイスの IMD というシンクタンクの競争力ランキングでは90年の段階で日本は世界1位だったものが今31位。 もう競争力もも失っっててしまってる電気産業などもそうです半導体も作れないこういうところになってしまっているやっぱり新自由主義がやっぱり脆く弱い経済を作ってしまったですから人に優しい経済こそ強い経済になるいうこの大きな対案をですね優しく強い経済ということで訴えたらどうかというふうに今提案しております、まあ、中身としてはね政治の責任で賃金が上がる国にする で社会保障と教育をですね、予算を国の力にふさわしいものにする、富裕層と大企業に余分の負担を求めて消費税は5%に減税する、気候危機打開の本気の取り組みがある、ジェンダー平等の視点を貫く、等々のですね、方向性を具体的に出しておりますが、ぜひこの優しく強い経済を作ろうという点もですねあの、野党全体で共有できたらいいと。 やっぱり野党全体として、どういう経済社会を作るのかっていう。ビジョンの共有が、あのできたらと、いうことを考えているところです。もう一点述べたいのはですね、参議院選挙では。抑産体制づくりを許さないっていうこともね。野党は正面から、取り組む必要があると思っております。で私は今、あの率直に言って、国会におりまして。自民公明プラス補完勢力に。 よ体制が国会を覆ってていいくという件を非常に必死感じておりますで維新の会あの議席を伸ばしたことからですねあの自公の補完勢力の本領をあらゆる分野で遺憾なく発揮しているというふうに思いますで敵基地攻撃能力の保有は不可欠だというふうに呼応するあるいはもう一方では解雇ルールの見直しによる 労働市場の流動化と新自由主義を呼ぶする。この改憲の突撃隊と新自由主義の突撃隊。で、これの役割を果たしている。つまり。自公批判の受け皿を狙って。表面では政権の批判者のような顔をしながら。実態はより右翼的な立場から。自公政権を牽引する。補完勢力というよりね。そういう意味では。牽引勢力と。言っても過言ではない。 実態だと思います。ですから、こういう時にですね。野党がしっかりとね。この危険に正面から立ち向かう必要があると思います。野党は自己プラス、補完勢力による。抑産体制づくりに正面から対決するという姿勢を確立してね。戦うと共同して戦うということが今はとっても大事だということをあの強く訴えたい点であります。 最後にもう時間がなくなりましたんで終わりにしますが参議院選挙に向けた市民と野党の共闘については私たちは32の1人区での共闘成功のために力を尽くすということで今望んでおります1月24日に立憲民主党に正式な協議を速やかに始めようということを申し入れをいたしましてえ現時点ではまだ先方から返事はありませんが協議を早く 進めることを求めたいと思います。その際ですね。あの市民連合の皆さんの大変なご尽力で、えー、確認した共通政策20項目あります。山口さんからは、あのさらにもっとあのバージョンアップする必要があるというお話がありましたけれども、そういう面も確かにあるとは思いますが、私はあの中身としては立派なものが結ばれたと思っております。 そしてあのもう一つは政権協力の合意をえ共産党と立憲民主党の間でいたしました。この2つはですね、高等間の公式の合意であり、国民への公約であります。で特に、のこの我が党と立憲民主党との関係で言いますと、この政権協力の合意というのは、大体足かけ2年ぐらいにわたって、両党の間で真剣な協議をずっと積み重ねて、 知恵を絞って最終的的にここれが合理的だとということで合意したものですですからこれを誠実に守り発展させる立場に立つことがですね共闘の発展にとっての必要だと思っておりますそして参加する政党はみんなですね対等平等で相互に尊重するつまり相互にリスペクトするこういう関係であって初めて共闘の力を引き出すことができますのでそういうことも留意しながらなんとかね 話を前に進めたいと努力しているところですしかし困難を乗り越える最大の力は草の根からの,あの運動にありますので、えー、引き続きですねあの野党共闘と発展のためのご尽力いただきたいとあのお力添えいいだきたいということを最後にお願いしたいと思いますそれから対局的にこの共闘を前に進める上では日本共産党自身がね、えー、力をつけなくちゃいけないというふうに決意しております やはり日本共産党自身が躍進していくことが、ですね大局的に共闘を発展させる一番の力になるというふうに考えておりますので、これは私どもの努力の問題ですが、まあ、それはあの最優先で力を注いでね、えー、立派な結果を出すために頑張りたいというふうに考えておるところですあとはあのご質問、その他、討論で、えー、答えて発言させていただきます。ありがとうございました <laughs> C さん、ありがとうございました、えー。内政外交にわたってどういう新しい社会をつくっていくのかという希望を持てる社会についてのご提案もありましたし野党全体として、えー、抑散的な体制に対抗していくという旗を掲げる必要があるのではないかというご提案もいただきました、えー、ぜひ議論を深めたいところだと思います